阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発はエースの秋山、対するベイスターズの先発は左の坂本、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の秋山、マウンドに上がりました。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは桑原。背番号1。さあ、次の投球、投げました、打った、セカンド左横のフライになりました。セカンドが落下点に入りました。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番、佐野。背番号7。第4球は打ちました、抜けた、佐野、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号30。第4球を投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたが、ライト前、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。背番号2。第9、初球を打ちました、一二塁間のゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー佐野、残塁に終わりました。タイガース、立ち上がりを無得点に抑えています。タイガース、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で大山、大きな声援が届いています。第9、初球スライダー空振り、投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、ワンバウンド、ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。タイガース、まずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番、糸原。背番号33。第9、投げました、初球空振り。さあ、次の投球、打ちました、いい当たり、抜けた、センターバックホーム、糸原、いいバッティ。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは宮崎。投げました、打った、引っ張った、一塁へ送る、大山、軽快な守備を見せました。宮崎、いい当たりでしたが、サードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第3球、打った、いい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、クリーンヒット、打球が転がっている、ボールはセカンドへ、二塁タッチセーフ、外、ツーベースヒット。バッターは7番、ヤマト。ヤマト、背番号9。第3球を投げた、バントした、キャッチャー目の前、ボールを掴んだ、一塁送球、糸原取ってアウト、ランナー三塁に進みました。タイガース、なおもピンチが続きます。第2球、これは引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。ベイスターズ三塁残塁、2回の表が終わって2対0です。ベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー坂本。第2球、投げた、打ちました、ピッチャーライナー真正面、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは2番、佐野。投げた、打ちました、マルテ、ボールを掴んだ、マルテ自らベースを踏んで3アウト。秋山、三者凡退に抑えています。3回の表が終わって2対0です。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で大山。第9、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球、
来た、いった、一直線、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは楠本。第1打席はライトフライに倒れています。投げた、初球打った、セカンド落下点、セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番マーキー。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げました、打ちました、セカンド左横のフライになりました。糸原掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番宮崎。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、中野余裕があります。取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。秋山見事ベイスターズ打線を抑え切りました。4回の表が終わって7対0です。タイガースリードで迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で大山、今日4打点を挙げています。投げました、初球見送ってストライク、いきなり151キロ。投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。5回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは外。投げました、打った、センター前に出る、近本取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番ヤマト。第3球はインコース高め、空振り三振、秋山3球で仕留めてみせました。第5球投げた、高め、空振り三振、ボール球で仕留めました。秋山最後は空振り三振で打ち取りました。5回の表が終わって9対0です。ベイスターズ大展開で迎える6回です。バッターはオースティン。第3球を投げた、打った、抜いていった、オースティン、ナイスバッティングです。打順はトップに帰って桑原、今日はセカンドフライト三振、投げた、初球から打ってった、ライト方向へ持っていきましたが佐藤掴みました、ボールは中継、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。さあ次の投球、打ちました、センター前進、ヒット、あっと弾いた、取れない、ボールは中継、佐野いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。倉本背番号5。第3球を投げた、空振り三振、秋山ナイスピッチング。ランナー2人を置いて迎えるバッターは牧、今日はセカンドゴロとフォーク、空振り三振、ピンチを連続三振でしのぎます。秋山3番4番と連続三振で切り抜けています。6回の表が終わって9対0です。タイガースリードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で大山、今日は3安打猛打賞、投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、大山なんとこれで3打席連続ホームラン、ストレートを狙い打ち。さあチームメイトからも祝福を受けます。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは宮崎、今日はサードゴロとショートフライ、投げました、変化球、空振り三振、三者連続三振。さあリプレイです。バッターは6番ソト、今日3打席目。第9投げました、打ちました、初球打ち、中野ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは7番山、これが3度目のバッターボックス。
空振り三振、秋山三球で仕留めてみせます。8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは戸柱、今日はセカンドフライと三振。投球これから5球目。インコース低め、空振り三振、2者連続三振になりました。代打は神里。神里背番号第2球投げました。打ちました。ショート右横のフライになりました。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って桑原。投げました。外角高め外れてフォアボール。バッターは2番佐野。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球初球を打ちました。右中間へのフライ、ヒット。ボールは中継。ベイスターズようやく1点を返しました。左バッターボックスは3番倉本。第3球打ちました。あっと引っ掛けた。掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。8回の表が終わって11対1、秋山とうとう打たれてしまいました。タイガースリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で大山、今日7打点を挙げています。初球はストライク、まずは見送りました。第2球投げました。打ちました。マーキー取った。一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースわずか3人で攻撃が終わりました。8回までが終了しまして11対1です。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターはマーキー。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げた。初球打った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宮崎。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。投げた。空振り三振。バッター右バッターボックスは6番外。タイガースここは何としても抑えたい場面。第1球投げた。初球から打ってった。1、2塁間の打球破った。外ナイスバッティングです。バッターは7番大和。ここまで2打席連続三振。投げた。打った。サードライナー真正面。試合終了です。秋山見事な完投勝利です。タイガース圧勝です。秋山敗戦投手は坂本。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。